頭の治療によく使う爪楊枝の作り方爪楊枝ツンつんつんの作り方ですね名前はまだ付けてませんとにかく爪楊枝を10本、えー、束ねて先端をこうやって揃えてください輪ゴムで巻いてで輪ゴムは軽く巻いておくだけでいいですでこれで、えー 痔の患者さんだったら頭のてっぺんをこれでツン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 ,ツンとつつきます。癌性広やなんかだったらこめかみを、えー、これでこうやってツン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 とつ,ついてもザクザクつつく必要ないです。軽くつつきながらあこのくらいがいい感じかなっていうところの強さでずっとちょっとつついてみてください。で二十回ぐらいつついたら一、えー、回痔だったらお尻の感じをこうもぞもぞってやってみてうんいいかなと。 えー、そしてまたツン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 ,ツンと頭のてっぺんをつっつくんですね、えー、これどこでも爪楊枝があればできますので、えー、旅先とかですね年末年始とかお盆とか帰省、まあ、して、えー、例えば、えー、帰ってみたらおばあちゃんがあ背骨の圧迫骨折で腰を痛がってたというとこれで頭のてっぺんをツン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 とこうつっついてみてください、えー、背骨の圧迫骨折の痛みが軽くなったりですね えー、年末からの忘年坊会や、あのー、新年会で飲みすぎて字が出てしまったっていう人にもこれで頭のてっぺんをツン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 それから、あのー、ゴールデンウィークとか帰省で車の運転し過ぎてもう眼性疲労でって言ったらこれこめかみをツン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 軽くこめかみをねつっついてみてください、えー、それだけでも随分軽くなります、えー、とってもお安いつまようじ10本輪ゴムで束ねてやってみてください